だからここに赤基板を持ってこれれば変電所作れんだよね。作っか先に。そうしよう。本当か。赤基板、赤基板でしょ。これに混ぜるか。緑基板って結局何に使うんだっけ。こいつだけだよね。ソーラーパネルにしか使わなくて、あ、でも15枚も使うんだ。やっぱ上から出した方がいいな。じゃあ上に出して変電所を、おお、消えた消えた、やばいやばいやばい。ここでいい。ダメだね。まあいいか。変電所、出し口がないんだってこれ。しまったな。また良くない感じになってきたねこれね。ここにするか。この変電所を作る仕組みを作ってる間にまたどんどん襲われてしまうわけだ。いやー、どうしよう。赤基板、赤と鋼と銅板、赤と鋼と銅板、赤と鋼と銅板、なんか、いやでも電柱はまとめた方がいいよね、絶対同じところに。ねえ、その方が絶対いいよね。そもそも、はい、そもそもですね、あれ、ショットガン他なかったっけ。ショット、あ、これか、このショットシェルの円のやつか、こっち。威力、はい。あのですね、これがね、もうね、出口がなくて破綻してるんですよ。だからこれ取っちゃって、取っちゃってじゃねえな。大丈夫。これを、ショットガンのにしちゃって、これでいいんだろ。で、これを取っちゃえばいい。取っちゃう。で、こうなる。貫通弾薬のことはまた後で考えよう。よし、これで OK。で、まずは、どうしようね。こっち側に出すか。こうだな。ショートカットがやりづらい。あれ、なんでだ？あ、そっか、ここ電柱があったんだけど、外したのか。まあいいか。はい。で、これですね。箱を置いて、これが変電所です。で、赤基板が必要なので、毎回これになるな。赤基板を上から引いてくる手で、変電所。で、これ外して、まあ、ここですな、いつも通り。で、ランプもここですな。おお、なんかすごい、それっぽく、順々になってるね。赤基板をここに引くんだぜ。どうやるってんだ、一体。またこれか。このわけわからないやつを攻略せねばならんのか。一体どうなってるんだ。赤、ここで切ったとして。いや、これもういろいろアウトじゃねえかっていう気がしないでもないよね、これ。赤でしょ？いやいやいや、これどこ？マジどここれ？ほう。全くわからん。いや、無理だろこれ。赤を持ってくる方法募集。いやー、これきついよ。ほんときついよ。多分ここが可能性あると思うんだけど、この列
で、ちょっと実験をしてみよう。これ取っちゃって、仮にこの赤が、持たないんだ。あ、でもここいけんね。ここまで行ってもらって、この銅を下がってもらおうか。だから、こうなればいいんでしょ？ここから分配して、こういく？おっと、ショット外力。はい。次は、紫はちょっとやめておこう。てか、紫しかないね、もう。お、なんだこれ。物流システム。よし、これいってみましょう。はい。うん。分配が、ここ。こうなって、外して、こう入れる。これ繋がってる。地下が。まあ、こうだね。こうなる。で、ここが分配する感じ？いける？これ。これでいける？ちょっと待ってね。これを、あ、だから一個上までいいんだな。ここじゃなくて、この列まで使えるわけだな。これは、こうだな。ここをこうして、こうだな。来たんじゃね？合ってる？これ。赤基板で。で、これをこう、こうして、地下、ここも地下、危ない、混じってる、地下、混じってる、やばいやばいやばい。合ってるかな？いいかな？いけてる気がする。鉄板の出口、石炭の出口、どうだ？大丈夫か？合っている。ここは何？ここ何来てたやつ？爆薬かな？爆薬だね。爆薬はいいや。とりあえず今は。で、あれ？赤基板止まってない？なんで？あ、遠すぎのやつか、これ。うぬれー。こんちくしょうめ。しょうがない。こうか。これで、これの逆だね。こうだね。よっしゃ。来た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 よ。これを下げて2列。いやー、よし、これでよっしゃ、量産開始。よし、じゃあソーラーパネル、これができたら置こう。電気どうすかね。襲撃が少ないとなんとか充電が溜まるぐらいまで行くんだね。一段落。ロボット作りたいね、早くね。手榴弾、この辺はもうみんな紫か。火炎放射器。ほう、これでももう今十分の威力あると思うけどね。まあ上げとこうか。はい。さあ、赤基板が全然参りません。赤基板は、増産するにはどうすればいいんでしょうか。赤。なんですかね。足んないのは。プラスチックですね。プラスチックが足んない理由を見に行こうぜ。プラスチックは、いろいろ、黄色い。はい。黄色い。プラスチックは、まあプロパンなんだろうね。やべえ。おお、これ枯渇一歩手前じゃん、マジで。おーおお、ついにこの時が。ほう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 。なんかまるでこれゴーストタウンのようだね、この辺。あ、鋼とか。鋼もこれ一回つなげちゃった方がいいのかな。あ、でもこっちもないね。で、なんだっけ、あれだよ。プラスチック、
これはまあパッと見プロパンですよね。石炭詰まってるもんね。プロパンはダメですか、あの量でも。そうですか、あれでもダメですか。プロパン、あー溜まってないですね。軽油はパンパン、重油は、あーでも減ってきたね、重油は。ほう、そうなんだ。でプロパンは結局これが必要ってことだ。たくさんのこのプラントのそのまま行ってしまおう。このプロパンに分解するやつが大量に、水とか足りてないとかそういうオチはない。水とかは、あでも瞬間に入ってくるね。ってことはやっぱプラントか。これなくしたいけど、そんな暇はないのだよ。あっちすらなくなってないんだもんね。置くっきゃねえか、置いてしまおう。そうだ、そうしよう。うん、プロパンが全然足りん。よっしゃ、もう一個いちゃえ。こんだけこんだけありゃねえ、さすがにかなりの、あ地下パイプがないね。取り行こう。これだから、こんなにこのタンクがそもそもいらないっていう、な分散しちゃって無駄になってる感もちょっとあるよね。これ取っちゃうか。いやいっか、これでいこう。うん、電池ももうパンパンですね。なんだっけ、地下パイプか。地下パイプ100個、いや150個ぐらい使いそうなので、はい150。ああもう充電器とか持っちゃったのにね。いつ並べるのだ俺は。毎度毎度ね狙っていたことと違うことをやるっていうのはもうだんだん定番になってきた。ではプロパンへの分解を大量に、なんだ、下向きにまず出したいのか。これが必要なんだね。はい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 、これ大丈夫かね、一気に通んのかな。まあこれはまあいいとして、はい、繋がってるよね。まあ、電柱しようか、先に。電柱が、この列、ずれた？ずれたね。ここ。こうだ。あれ？離れすぎました。ここだ。ここだ。で、電気が、どんな感じで落ちたっけ？二口径？ここと、はい。で、あと、通れた。で、今度見、あれ、何これ。お？なんか透明になってない？これ。なんだこれ。おや？来てないよね。あ、なんだっけこれ、俺、見たことある気がする。仮置きってやつだっけ？なんか、確か、シフト、あ、そうだそうだそうだ、これ、意図せずやっちゃってたやつだね。透明なやつ。なんかシステム的に仮置きっていうのがあるみたいなんですよ。使ったことないんですけど、シフトを押しながら置くとこういう仮置き状態になって、でなんかあのロボットが置いてくれるっていう、そういう仕組みになってるようで、ロボット持ってない状態でこれやっちゃうと、まあ置きミスになると。あー、またアクシデントが起きましたね。うん、まあちょっと操作が雑なので、そういうことがね、まあ、ちょいちょい起きてくる感じ。おーおー、ここまでしかレザタル引いてないんだよね。やばいね。あー、うわ、今はこっちだ。今こっち。ずっとやばいやばいって言ってるけど、いつやばくなくなるのかがわからん。水。水は足りるのかね。はいはい。これを置いて、こうですな。
はい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 。で、うんと、多いね、置くのが。ほっほっ、はいはい。こうしてこうだ。で、水、これがこの。おっとおっと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 。あ、やばい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 。あそこはレザタレだから、あの防衛網が一気にこうやられるっていうわけではないのだけども、レザタレが破壊されるぐらい敵が来てるってやばくね？なんかもっと小型バイターの襲撃が多い時代が長く続くんじゃないのか。なんかもう大型混じってたよね。そんなに時代は進んでた？これ俺ずっと内地にいたから、あんまあの外界のことを知らないというか。この辺だよね。ここに1台あったとかそういうやつかな。ああ、わかりました。充電池を大量に引いて、ソーラーパネルも大量に引いて、準備ができたらこいつら殲滅に行きます。あー、なんかできたね。またここにあったやつ一回潰したもんね。こことここにまたできたんだ。あー、ちょいちょい増えんね。仕方あるまい。あ、それ覚えてやがれ。ではまずこちら、石油を。ここどこ、大丈夫。レザタレの1台や2台、貴重なんだけどね。まあ今はいっぱいあるから。これね、これちょっと置くのが結構大変だったからね。やっぱね、あの配電所、配電盤配電所、違うな、なんか名称間違えてる気がするぞ。なんつんだっけ、変電所だ変電所とかも普段使わないからな、言葉的に。これか、普段使わないといえば、俺最初あのインベントリーっていう言葉が全然意味わかんなくて、なんだろう、持ち物、手持ち、持ち物じゃダメなのみたいな。ね、なんかカタカナでインベントリーってこう訳してあるから、これね、これどういう意味なんでしょうね。持ち物でいいんだの、いいのかな、単純に考えると。聞きました。来てるこれ、ボコボコ言ってる。オルトで消すとわかる。ボコボコ言ってます。ボコボコ言ってます。言ってます、言ってます。ボコボコしてます。ボコボコボコ。ボコボコ。上は？ボコ。あれ？おー、うん、うん。おー。はい。これ1台動いてなかったのに、あれですね。原油の分解は早いんですね。ああ、もうね、じゃあ重油ね、重油は減ってってるもんね。軽油はパンパン、プロパンスッカスカ。ここいけそうじゃない、これ。これ置いちゃう、置いちゃおうか。1台でもいいから増やす。これは、なんかすごいやりづらい感じ、これ。こうして、これこうこうして、こう、また無茶な、こうして、こうの、こう、はいはい、どりゃあ、電気1台でもいいから増やす。よっしゃ、いいんじゃない。あれ、この隙間がすごい気になる、すっごい気になる。見なかったことにしよう。ここまで置いちゃったからね。お、ちょっと増えてきた、プラスチック。さすがに増えてきたんじゃないこれ。動いてんのこれだけだね、この2台だけだね。こっちまで行ってないね。来ねえなこれ。なんですかね、これでも足りないんですかね。プロパン、プロパ
パン、プロパン。だここまでだったらマックスだよね。マックスで来てるはず。あれ全然来てないね。なぜ？なんかいろいろとなんか、あ、これ繋げてないじゃん。あー、意味な、意味な。意味ないよー。これでいいか。これ繋げちゃおうか。なんなんだ？いろいろと、あ、下に置く。ん？違う違う違う。これ来て、ん？ここもスカスカだね、なんか。なんかいろいろやっちまってる、もしかして。ん？いや、そんなことはないよね。これは、うん、入ってきたやつが、ここを通ってタンクに入るでしょ？なんでしょうね。原油は、なんか個数がはっきりしないから難か、あれ？動いてなくね、こっち。ん？なんだ？また嫌な予感がする。軽油？軽油が出てないから動いてない？軽油？ん？軽油？ん？おー、厄介な。軽油パンパンすぎて、こいつらが止まってんだもん。マジで？ってことだよね、これ。軽油だもんね。うーわ。あ、そう。なるほど。いやー、軽油？軽油多すぎだよ。わ、わかった。とりあえず、じゃああれか、タンク増やせば、とりあえず緊急回避にはなるはずだな、これ。よし、タンク足そう。原油は何が起こるかわからんね、マジで。タンク。タンク。うわ、赤い。ぐわー。多分大丈夫。タンク。タタタターン。ぬわい。ぬわいぞ。あった。4つじゃ足りんな。あれ、使い切った？いや、そんな。ことはないと。あったあったあった。50個多いね。軽油過剰なんだね、いろいろと。なんでしょうね、軽油が。ここのやつはちゃんと消えてってくれるけど。あー、なんか作る量が全然違うんだね、これ。重油が1で、軽油が 4.5 で、プロパンが 5.5 なんだ。基本のやつだと334なのに、こっちだと 14.5 の5になるんだ。あ、重油なんか全然減るんだね、一気に。で、結局、軽油がガンガン作られちゃうから、軽油がパンパンになると。なるほどね。よしましょう。いろいろ起きるね、本当に。もうびっくりだよ。これでいいのかな、とりあえず。で、ガンガンとこっち流れ込んでくるから、うん。で、またこっちの、あ、通れない。ちょっと狭すぎたね、やっぱね。この辺のやつ動き始めたね。あー、よかったよかった。そういうことかい。ということはですよ、結局こんだけ置いても足りないってことだね、これ。これですら足んないんだ。やべえな。なんかもっとすごいいいやり方があるんだろうな、きっと。まあ、これはこれで。はい。ではではでは、そろそろ変電所ができてきたんじゃないでしょ。あ、紫になった。ないでしょうか。戦闘ロボットとか、そう、ディフェンダーカプセルとか作りたいよね。パワーアーマー。あ、モジュラーアーマーを作る前にパワーアーマーに行ってしまうのはなんか非常に忍びない気がするんで、これはあえてやらない方向でいきましょう。紫行くか。あ、まだあるね。
ちょっとじゃあ紫を使わないやつを順番にやっていきます。で変電所はどのくらいになったでしょうか。おお、プラスチック詰まってきた。これで赤基板ガンガン作られるんじゃない。で結局なんか何かが足りなくてがっかりしそうな気がするけど、あ、これワンセットもいけない。これ置いちゃおうか。置いちゃおう、置いちゃおう。あっと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 、もういけるねこれね。ついに、ついにっていうかもともと置けたのかもしれない。あれ、あ、いいのか。あ、ここがなくなったら緑基板も増えます。組み立て機がなくなります。なくなりました。あと1個、あれ、どこだっけ作ってんの。ここか、下の方か。あれ、あー、これか。はい、50個。で赤基板を増量しましょう。ここですな。はいはい。でこれして、こうして、こうですな。でアームを置きまして、俺はこういう、こういうスタイルのやつ。はい、こう置いて、こう置いて、こういうやつ来ました。でこれが出てく、あー、アーム先置くか。ん、入れる、入れる、出すやつ、取る、じゃあじゃあ出す方、出す方、出す方、入れる方、こうだね。で出すのがこうだから、入れるのはここまで。あれ、なんか違う気がする。いや合ってる。 OK、 OK です。完成じゃ。うん、ん、なんか完成ではありません完成ではありません。またドヤードヤーってやっちゃったよ。ダメですね。はい、これで電柱を置けば、今度こそドヤー完成です。赤基板すごいね。こんだけあってもなんか全然埋まらないね。なんか電子基板と生産できる速度の桁が違うよね。8秒でしょ、こっちが 0.5 秒。ただし、ただし鉄板が来ない。やばいか。次はちょっと電気炉置いて生産増やそう。電鉄板のね。いや、おーとととと、はい、いける。でこれ変電、おい、揃ったね。はい、ちょっと結構時間が経ってしまったので、次回この変電所を使ってソーラーパネルと電池大量に置きましょう。でそしたらレザッタレ、やばいよねあれ、すっごい途中だよねこれ。わー、やばいやばい。うん、ただ弾がない状態なわけですから、そので充電池とか置かないと、レザタレの弾がない状態でこう増やしててもちょっと逆に危険なので、はい、次回変電所と充電池とソーラーパネル大量に置いたら、レザタレの設置を再開しましょう。ということで本日の動画ここまでとしたいと思います。よろしければ次回もご覧になってください。それではまた。